皆さんこんにちは。材木屋の親父とせがれ、親父の八田喜一です。はい、私せがれの八田宗志です。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ご紹介するのはテーブル用のですね、幅はぎの板、こちらをフィーチャーしていきたいと思います。はい、じゃあ早速ですね、はぎ板のテーブルを見ていきたいと思いますけれども、今日ご紹介するのはまずはどちらの板ですかね。はい、今日はこの、並んでる3つを見て、はい、3枚ですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ今親父さんのこう右手にあるそちらは、樹脂は何でしょうか。ブラックウォールナット、ブラックウォールナットですね。はい、もう一番人気の樹脂と言われてますけれども、やっぱりかっこいいですね。うん、はい、この萩板の特徴いかがでしょうか。はい、まあ、無垢の板ではあるんですけど、1枚板を取ろうとすると本当にこんな大径木から取るわけですね。でそれに対してなかなかそんな希少価値のものは使えないということからすると、うん、小径木から取った板を継ぎ合わせて、でこれを継ぎ合わせることを幅はぎっていうんですけど、はい、うん、で作り上げたのがこの板です。で、見ていただけると分かるかな。この、あ、はい、もう私も気になっていたんですけれども、うん、チョークでチェックしたんですけど、はいはいはい、これが今 1,2,3,4,5,6 枚ですね。あ、6枚で出来上がってるんですか。はい、6枚の狭い板を継ぎ合わせてこの大きなものにしてあるということです。でもよく見ると6枚って分かりますけど、うん、まあ遠くから見たり、それから一般的にはパッと見て、うん、何枚はぎとかっていうのは分からない人の方が多いです。そうですよね。はい、パッと見ね、1枚のテーブルなのかななんていうふうに思ってたんですけど、うん、よく見ると、うん、6枚って、はい、そうですね。はい、でブラックウォールナットのねはぎ板を今ご紹介しましたけども、その隣を見ていきましょうか。これは樹脂は、これは同じウォールナットです。あ、ウォールナットですか。はい、随分色味が違っていますね。うん、特別着色をしたわけではないんだけど、こういう生地の、これは塗ってないんですね。塗塗ってないんですけど、でこういう生地のものに対してクリア塗装をします。はい、うん、まあ基本的にはうちは天然オイルを使ってますので、そのクリア塗装をした結果ウォールナットの場合は色が濃く出てきます。おお、若干もともと赤っぽい木、こちらの方が若干赤っぽい木なんですけど、うん、でもここのこれの場合でも、うん、色は濃くなるっていうのは同じ傾向です。うん、これは枚数はそこのチョークで書かれてますけど、はい、これは 1,2,3,4,5,6、 あ、同じ6枚ですね。そうですね、同じ6枚ですね。お、まあ、これもやっぱりパッと見ね、そんなすぐに分かるものでもないですね。うん、そうだね、これの方が板目が中心になってるんで、はい、より1枚に近く見えますね。うん、はい、今ブラックウォールナット無塗装のものとそれから塗装済みのものを見てまいりまして、もう一枚いきましょうか。こちらは樹脂はちょっとまた違いそうですね。そうですね、こちらのは、もう少し淡い色になってますけど、うん、これはアメリカのブラックチェリー。ブラックチェリー、はい、はい、で同様に 1,2,3,4 こちら5枚入ってますね。お、5枚ですね。はい、ブラックウォールナットとね、色味がやっぱり全然違うんですね。それは塗装は、どういったものを使ってるんですか。はい、これは塗装してあります。塗装といっても、申し上げたようにクリア塗装なので、元の色はね、ちょっとこの後ろ見えるかな。はい、はい、おお、これに近い色ですね。はい、はい、これにクリア塗装を加えると赤みがはっきりしてくると。なるほど。これもまたあれですね、パッと見一番いた、そうだよね、こちらも美しさですね。うん、結構、うん、一枚板に見える。
はい、3枚ね、ご紹介しましたけれども、サイズとしてはほとんど同じぐらいのサイズですかね。そうですね、あの基本的に、奥行きは80センチくらいは欲しいので、これの前も80センチから90センチぐらいのサイズです、うん、はい、で、まあ、高さというか長さは 1.6メーター、1600、はい、ありますので、4人掛けとしては十分ですね。もう広いぐらい、余裕のある、テーブルになると思います。まあ、一番いい板は特別なので、こういうものも用意してますけど、まあ、比較するとこちらのがお値打ちになりますね。はい、次はですね、ちょっと違う樹種のものをご紹介していきます。おじさん、これは、何の樹種の天板でしょうか。これもアメリカ産のホワイトアッシュ。ホワイトアッシュ木です。はい、ホワイトアッシュ、これも、2枚剥ぎなんですね。そうで、しかもちょっと小口見てもらうかな。はい、映してもらうと分かるんですけど、はい、全く同じ一本の木から取れた板を剥ぎ合わせたというものです。基本的には同じ木から取るっていうようなことが多いんですか。いや、それもなかなか難しくて、はい、2枚あっても1枚の方は割れちゃったりとかっていうことが起こってきますので、2枚揃うっていうのもなかなか難しい。おお、なるほど、そうなんですね。ホワイトアッシュっていうのは今回ね、初登場の樹種ですけれども、一枚板の天板もあるものですか。あ、うん、あるんですね。ただ数は少ないので、うん、はい、倉庫にはあります。なるほど、じゃあまた一枚板の天板が出てきた時にはホワイトアッシュ特集しましょうね。はい、はい、じゃあホワイトアッシュの幅はぎですけれども、これサイズはどれくらいですかね。長さ方向が1.9メーター。1.9メートル、はい、はい、で幅が、80センチ強ですね。うん、あ、じゃあもうまさに2枚合わせてテーブルがちょうどいい、うん、いいサイズっていう。はい、ありがとうございます。はい、ではホワイトアッシュの全体をちょっとぐるっと見ていきます。